今や天下に英雄は我らが殿ただ一人。波動を鮮やかに切り開いた角華殿の手腕、お見事です。いっそ恐ろしいほどにね。なんてな。いや、あんたが味方で本当によかった。それはこちらのセリフだよ。誰が欠けてもこの道を切り開くことはできなかった。あなた方ならきっとこれからも。おっと、別れの言葉にはまだ早いですよ。殿の天下を盤石にするためには各地での要塞建設が急務。角華殿にはぜひとも相談に乗っていただきたい。ただ罠にまみれた理想の城を作りたいだけでは。よった、純勇殿はなかなか面白い。さて、もっと飲ませたらどんな本音が聞けるのかな。失礼、代わりに私がいただいても。もちろん大歓迎だ。その冷静な顔いつか崩したいと思ってたんでね。刹那に過ぎていくはずだった生。それがこんなにも満たされたものになるとはね。大いに楽しませてもらったよ。